村外れに続くルピナソの道、その奥に佇む古い館には不思議な目を持つ母と子が暮らして、穏やかに過ぎる時間を愛した。その目はこの世にない存在、魂を受け入れた慈愛に満ちた母は、彼らの声に耳を傾けては心癒し、そして最後には行くべき世界へと送り出した。力なく膝から崩れ